はい、どうも、モッキーでーす。こちら、色雫シリーズのインクですね。なんだかんだで5個になってしまいましたというところなんですけど、色をね、それぞれ入れていて、まあ、基本的に全部気に入ってますね。甘い色の水色もいいですし、まあ、竹炭の黒さもいいですし、ツツジのね、赤も鮮やかでいいですしね。まあ、山栗もいい感じです。冬将軍だけちょっと、クエスチョンマークつきながら、使いどころといいますかね、使ってみようかなと思ってるところなんですけど、まあ、さらにですね、お店に行きまして、まあ、こんなカタログを、もらい、この中でない色を買っちゃおうかな、みたいな感じで、ね、こんな形で買ってしまいましたね。これ、この間もね、バラバラに一個ずつ買ってたんですけど、今回は2つぐらい変わることになったんで、そういえば3つ買えばね、8個ついてくるなぁなんつって、1個追加しまして、3つの箱入りで買いました。もともとね、こうやって売ってるやつなんですよね。高級感があって、まあ1個1個のね、瓶だけでも高級感はあるんですけど、こうやって入れてもらえるとさらになんかいい感じで、嬉しいですよね。やっぱりデザインとしてね、かっこいい方がね、気持ちがいいですよね。こんな本みたいな形になってまして、開けますと、説明書が入ってますね。日本の情景から色を出すということでね、素敵なコンセプトだなぁと思います。で、買ったのが、竹林と紫式部コンビヒと。並べるとわかるんですけど、まあ、今回買ったのが3つと。こんな感じですね。さっきも言ったとおり、これとこれはわかるんですけど、これはね、どうだろうと。同系色ですよね、と思いながら。ラミーの最初に入ってた青がね、結構鮮やかで気持ちよくて、甘い色はね、すごいなんか水色感強いんですけど、鮮やかな青欲しいなと思ったら、コンピケ良かったんで、まあ、この箱に入れたかったっていうのも、あって、三つ目にしてしまったと。こういうラインナップになりましたね。動画で大きい色雫とか、モンブランとか、ペリカンのインクとか、皆さん買ってるんですけど、まだ大きいの、まあこれもね、全然使い切ってないんですけど、使い切る自信がなくて、とりあえず自分の色の思考、まあ、細かい色のね、思考はあると思うんですけど、自分の、こういう時にこういうの使う、黒はこういう時に使おうかなとか、使おうかなとか、土とか赤ですね。紫はこういう時に使おうかなみたいなのを、掴んでから、その中でまたさらに突き詰めようかなみたいな形で。全部ね、小さく売ってくれればいいんですけどね。結構ね、大きいのが、ここからは多くなってきそうで、なんかね、ペリカンの何でしたっけね、シリーズ。なんか宝石みたいの書いてあるやつがあって、名前ちょっと忘れちゃいましたけど。あれとかもね、良さそうですし、なんかね、黒を突き詰める、キワグロとか、なんか、あとブラックとか、あるじゃないですか。ああいうのもね、ちょっと、突き詰めていきたくなってきて、まあ、この前にご紹介した本のように、ね、まだ、本だけなんでね、沼には入ってないんですけど、まあ、入ってるかな？いろいろな色があって、黄色とオレンジないなぁと思って、夕焼けをね、買えばよかったかなぁと思いながら、夕焼けの色が、描いた後の色がすごい渋くなりすぎるみたいな動画を見て、実際描いてそうだったんで、夕焼けじゃなくていいなと思ったりしてますが、こういうね、ドールステンですかね。知識がね、まだまだ薄くてわかんないですけど。この、ペリカンのこのグラ、この瓶かっこいいっすよね。こういうのまた欲しくなっちゃいますね。このサイズにしてほしい。全部。そうすると、もうちょっと勇気を持って買えるんですけどね。デュポンのね、インクとかもちょっと気になりますね。デュポンはもともと何のメーカーなんでしょう。ちょっとライターとかはね、使っとくんですけど、万年数まで作ってるとは知らなかったですね。こういう、これとかね。オレンジ、黄色系欲しいんですけどね。色雫だと、どうなんでしょうね。夕焼けになるのかなと。
冬垣も綺麗でしたけどね。冬垣、夕焼け。この辺になるんですよね。夕焼けがね、ほんと乾いた時に結構茶色したんでね。今回もね、紺碧じゃなくて冬垣にしようかなと迷ったんですけど。まあなんか、ね、あと、紫式部じゃなくて山ぶどうしようかなとかね。コスモスもいいなとか。コスモスとね、でも、筒子結構、こっちがピンクなんですよね。なので、こういう悩めるのは楽しいですね。あと、濃い緑もいいですよね。松露と赤緑が、新緑か。どっちがいいんでしょうね。普通ならやっぱブルーブラックとか行くんでしょうけどね。月を結構使ってる方多いんですけど。だから黒とかブルーブラックとか、ブルー、まあ買っちゃいましたけど、はなんか、ちょっと大瓶で、いくつか試してゴンと買うっていうのもいいかななんてちょっと思いますね。まあ色は色の思考をね、やっぱいろいろ試しながらやれればなぁと思ってるんで、なんなら色しずくとりあえずカラーは揃えちゃってもいいかななって。で、2、4、6、8、2、4、5か。まだ道のり長いっすね。この辺はね、無理して買わなくていいかなと思えば。アジサイは良さそうですよね。なので、もう除外するのは、もうブルーグレー系とグレー。黒、グレーを除外して。黒なぁ。黒は、やっぱり試して、でかいの買っとけばよかったな。思ったりしてますね。青もそうでしたね。失敗しましたね。まあ、でもね、今インクがないと結局入れられないので、この辺のね、微妙なグレーとか、どう使い分けるんだろうみたいな。全部揃えなくてもいいんでしょうね、と思いつつ。まあ、インクをこれで買ったんですけど、やっぱりね、インクが空になるのにやっぱ時間かかるということで、動画を見てるとね、ガラスペンを買う方が多かったんで、なんと、まあ、やっぱインクを試したいなぁというところで、この3つね。ガラスペンを買ってしまいましたと。で、ちょっとね、文房具屋さんじゃなくて、まあ、近所に、まあ、紅茶屋さんがあってですね、そこで、なんかガラスペン置いてあるよって言われて、2種類ですね、あって、両方買ってみました。1つ目がこれ、ちょっとメーカーわかんないんですけど、1000円って形で、なんか、ちょっと、まあ、チープと言ったら、プラスティッキーな感じなんですけど、ここがまあ蓋になってるんじゃないですか。これを取ると、なんと、中からね、ガラスペンが出てくると。これで、なんとかけるんですね。すごい。細いですかね。カジュアルに使えるのかなと。あと、太さがちょっとわかんないんで、使ってみて。感じを見ようかな。あともう一つですね。その紅茶屋の上品な奥様から紹介されたんですけど、こっちは5000円でだったかな。ディディエの和社という、まあ、ガラス職人の、まあ、ガラス屋さんなんでしょうね。多分ガラスペンも作ってますよということで、こういう感じですね。いろんなものからうーんって選ぶというよりは、ちょっと、あったんで買った的な感じになってますけど、一旦ね、ガラスペン使ったことないんで、よしあし全然わかりませんし、紅茶いつも買ってるところで少々世話になってるんで、買ってみました。これでちょっとね、試してみようかなと。実際に調べると、結構なんか5000円で売っていただいたんですけど、ネットでは7000円、8000円ぐらいで売ってたのかな。なんで、もうちょっと高いかもしれないけど、いいよなんて言って買ったんですけど、この辺使っていきたいと思います。で、紙が、トムエディバーのね、ちょっと英語を買いまして、ここでちょっと試し書きできればなと。やっていきましょうかね。どうしようかな。まあ、竹林、紫式部と、紺碧と、みたいな。甘い色、みたいな感じがいいんでしょうかね。水を用意してね。なんか結構メンテナンスっていうか、マネースとかはね、結構しっかり洗ってみたいなのありますけども、ガラスペンはなんかインクを流したら
終わりっていうのっぽいので、水をリングが入って、それが打ち切ると終わりで、流すと掃除できるってことなんで、まあすごいメンテナンス性はいいですよね。なので、一回入れたインクを変えるっていうのはすごい楽と言いますか。ちょっと甘色と紺引きの差とかね、ちょっと気になりますよね。先に甘色使って、こいつから使って、比較からいきますか。どれぐらいつけばいいの？いっぱい出る。結構書きやすい。甘い色。結構インクが思ったより入ってますよね。だからインクの出がいいっていうか、フローがいいというか、フローというのが、まあでもフローなんでしょうね。ちょっと遠いですか？でもこれぐらいが全体感見るのに精一杯な感じなんですけどね。え、どうでしょう。結構インクフローがいいよ。なんか新鮮です。カリカリ感はないけど、ガラスの硬さと言いますかね。そういうのはありますね。これインクのレビューしてんのか、ガラスペンのレビューしてんのかちょっとわかんなくなりますけど。こういう、あ、でも一応、飲んでないな。やっぱ、フラットな感じになるでしょうね。あ、でもすごいな、インク。めちゃめちゃ持ちますね。ちょっと、どれぐらいが普通かわかんないんですけど。思ったよりなんか、バーッと、インクが出るんで、ちょっとびっくりしてますね。もうちょっとなんか、乾いたりとか。意外にこれ実用でも使えるんじゃないかな。っていう感じですね。まあ、昔はね、実用で使ってたんでしょうからね。万年筆のこの先のね、この溜まってるとこだけで書いてた世界から、コンバーターに入れて少し長く使えるようになって、まあ、カードリッジみたいなのが出てっていうことなんでしょうね。なんか歴史元祖って言いますかね。元祖万年筆ってことなんでしょうね。ある意味ね。いつもより濃く感じるのはやっぱ太いからなのかな？インクが出るからなのかな？いつもこんな色だっけな？あ、やっとかすれた。あ、甘い色。少し最初と色違いますか？結構使い切るの大変なの。ね。甘い色は持ってたやつですよね、しかもね。比較用ということで。よいしょ、君はどいていただいて、比較なんで一応横にいてもらえますかね。完璧です。おお、思ったよりいました。まあ、こんな感じなんですけどね。さーっと流れますね。これ結構確かに構造的には簡単に決まってますよね。でコップで水飲んでコップを洗ってるのと一緒ですもんね。もうこれでなんか気持ち青くなってる気がします。まだ同じ青色なんで紺碧をね、使ってみましょうかね。ちょっともう少しドブッとつけないで、少なくしようかな。え、どれぐらいにしましょうかね。あ、結構つけちゃった。さあ、どうでしょう。なんかね、甘色ってすごい水色っぽいですけど、やっぱちょっと青紫といいますか、青いですよね。こう出るかな。お、マジか。いやー、だいぶやっぱ青いですね。水色とやっぱ青って感じです。いや、でもよかった。試し書きしてね、やっぱ鮮やかで綺麗だなと思ったけど。鮮やかですね。うん。なんでやっぱこの方が、あれですね、インクの差がわかるな。皆さんがインク使うときにガラスペンを使う意味がわかりますね。なんかね、万年筆と混ざると、
どっちがどっちの味わいなのみたいな。インクを味わうにはガラスペンで味わって、それをマヨネーズに入れて、さらに味わうはいいけど、っていう感じですかね。結構インク出るな。いい青さですね。完璧。いい感じですね。あ、綺麗ですね。これは使える。で、書きながらどの万年筆で書こうかなっていうのをね、決めていかないと、またね、その時に思い出さなきゃいけない。今ね、これが書くのに入ってるんですよね。サファリの透明が浮いてるんで、浮いてきそうなんで、クリアね。これに入れますかね。じゃあちょっと、同じく流します。これ切れないんで。なんかこの一瞬の柄も綺麗ですね。よいしょ。綺麗に流れます。これは楽だな。ピンク試すのにやっぱり楽ですね。さっき仕組み綺麗に。トップッと。結構入っちゃうね。やっぱね、さっき仕組み。はい、やっぱ最初がこの出すぎる感をなんとかうまく制御できればいいな。ブね、綺麗。やっぱ多少あれですね、こう傾きによって出が違ったりするのかな。ちょっと薄めですかね、これね。そんなようにも見えます ね。濃淡は作りづらいですよね。やっぱりクッションがないからね、ガラスなんてね。なんか面白い書き心地といいますか。さ、最後竹林ですね。よいしょ。緑色どうでしょう。結構ね、綺麗な色ですよ。結構薄い感じなんで、濃淡が出るって感じですかね。なるほど。そう、サラサラーとしてるから、濃淡が結構出ますね。他のもどうですかね。特に、夕焼けとかと同じなのかな。濃淡が出る感じがします。濃淡出るのもね、どうなんだろう。もう描いてて楽しい時と、なんかムラに見える時とあるっていうのがなんか不思議な感じですよね。これもね、どうしようかな。どれに、この薄い感じだと、なんか、ラミーとかじゃないと、あれなんで、これをサファリに入れようかな。ラミー。で、こいつを、コクーンかな。コクーン。これはなんかね、紺碧はあれでもいいな。どっちかと青なんで、選ぼうの方がいいかな、逆に。コーン70なんでね、長持ちしちゃいますけどね。多分、コクーンと書くのとサファリはそのうち、やっぱなくなると思うんで、書くのもね、
僕も紺40なんで、消費が激しいっていうか、インクも、なんか入れ方が上手くないのかな。ちゃんとまだ入ってないと思う。量が少ないんでね、早くなくなると思うんで。この辺を書くのと、まあ、ラミーで、使って、で、この青は、ユナボがいいかな。悟空運どうしようかな。ちょっとまだ悩ましいとこですね。うん。そんな感じで、まあ、ガラスペンとインクのレビューをさせてもらいました。まあ、総括すると、まあ、甘い色と本壁でやっぱ結構水色と青って感じですね。鮮やかな。紫色系も、まあ、紫で、竹林がちょっと淡い、やっぱね。目に濃淡のある緑で乾いてくると落ち着いた色合いになってきますね。描いてるときはね、結構鮮やかな色なんですけど、よくとあのガラスペンも楽しみつつ、綺麗ですよね、やっぱね。インクたちとガラスペンみたいな感じでね、楽しめると、なんかインクはインクで楽しんでも試すみたいなのね、繰り返しできそうでよかったです。あとはその、黒とかね、青とか、ブルーブラックとかね、この辺の、いわゆる、常用色茶色から、をなんか、でかい瓶のボトルで買って試したりとか。あとはこれの、色ね、まあ、オレンジ色とか黄色とか、まあ、足りないとこピンクとか、の、バリエーションとかを出したりしながら、なんか楽しんでいこうかなと思います。では。また撮っていきたいと思いますので、なんかね、インクに関する情報とか、ガラスペンに関するアドバイスとかあったら、ぜひコメント欄とかでいただければと思いますので、よろしくお願いします。そして、チャンネル登録並びにいいねもよろしくお願いいたします。では。